こんにちは、ニーナです。今日はダイソーの購入品を紹介します。はい、はじめはこちらのふわふわフェイスタオルのホワイトです。こちらは YouTuber の橋本奈美さんがお気に入り商品として紹介していたもので、それで初めて知ってずっと気になっていたんですけれども、まあ、お家にフェイスタオルがたくさんあるので買わないでおこうかなって思ったんですが、ちょっと今回手に取って触ってみたら、もう本当にふわふわで、これがずっと続くんだったらすごいなと思って思わず買ってしまいました。で、こちらがホワイトなんですが、そしてこちらのグリーンのお色で、ちょっとその裾というか端っこのところのこの縫い糸がピンクになって差し色になっているものと、こちらの黄色のタオル地に縫い糸のところがこう紫になっているタイプのものを、3種類購入してきてしまいました。本当にどれもすごく肌触りが良くて、見た目も可愛いなって思いました。で、なんかすごくこれはふわふわしていて、なんかただ手を拭くだけっていうよりかは、こう肌とか顔とかを拭きたいなっていう本当に感じだなと思ったので、まあ洗顔の時に使ったりとか、あとは枕カバーの代わりとしてこのタオルを巻いて寝たらとても気持ちいいんじゃないのかなと思ったので、まあそういう用途で使うんだったら無駄にならないかなと思ったので、今回思い切って3色購入してきました。続いてはこちらのヘアゴムを購入してきました。ポニースクエアストーンナンバー313というものを購入してきました。黒と白とちょっとブルーがかったようなこうキラキラしたストーンが散りばめられているデザインのものです。やばいな、ここ数日すごく暑くて、こう髪の毛を結ぶ機会が多かったんですよね。なんですけど、なんか私今までのゴムって結構リボンとかなんかこう可愛らしいものが多くて、なんかもうちょっと最近は大人っぽくいきたいなっていうふうに思ったので、まあちょっとこれ100均で見つけて可愛いなと思ったので、ちょっと大人っぽいし試しに買ってみようと思って購入してみました。はい、続きましてこちらの潤いシリコンフェイスマスクを購入してきました。で、こちらは見てわかりますかね、よく今まで人気ですごく話題になっていたシリコンマスクなんですが、それの進化バージョン、改良版なんですよ。ここに書いてありますよね、 3D っていう風に書いてあって、立体形状だから顔にビタッとフィットする 3D タイプっていうことで新発売されていたので、ちょっと思わず購入してきちゃいました。なんかちょっと前にもここのところがこう切れて上と下でこう2つに分かれて使えるタイプのものも出ていたんですけど、なんかそれはあんまりときめかないというか、いいなと思えなくて、でその後動画で佐々木あさひさんとか多分関根理沙さんとかがレビューしてくださっていたんですけど、なんかやっぱり分かれてる意味があまりない的なことをおっしゃっていたし、こうなんか目元だけとかこの口元だけとか部分的なパックをするときに押さえるにはちょうどいいっていうふうにおっしゃっていたんですけど、私はそういう部分的なパックをする機会があんまりなくて、本当にフェイスマスク顔全体のフェイスマスクしか普段使わないので、やっぱいらないかなと思って、その2つに分かれるタイプは購入してなかったんですけど、こちらはねこんな感じで今までと同じように全体を覆うタイプだし、しかも 3D でピタッと密着っていうのが、なんかより一層今までのよりもより一層こう浸透率がいいのかなって思って、すごく期待してこれを購入しました。と、私はこちらピンクを購入したんですけど、ピンクとあと白っていうんですかね、こう透明っていうのかながありましたね。多分色は今まで通りその2色だと思います。2つに分かれるタイプはなんかちょっと緑っぽいような、青っぽいようなものが出ていたと思うんですが、この今回の 3D はその色はなかったと思います。私が見た店舗では、ピンクとこの白の2色しかありませんでした。これを早速今日の夜に使ってみようと思います。パーティーペーパーボタニカルを購入しました。こちらは前回も本当に同じものを購入したんですけど、こちらはちょっと母にあげようかなと思ったのでもう1個購入しました。はい、続いてはこちらです。今紹介したペーパーナプキンと同じシリーズのものでミニバッグが出ていました。ちょっとこのミニバッグは初めて見たので、すごく思わず可愛いと思って、ちょっと3パターン買ってしまいました。では1つずつ見ていこうと思います。はい、まずはじめにこちらがミニバッグのキッチンという柄ですね。大きさはこちらに記入してあるんですが、 180×180×135mm っていうことですね。こんな感じで本当に正方形っていうんですかね、正方形っていうんですかね、縦と横が同じ大きさで、この柄が、今シリーズで出ているもの多分それぞれあったと思うんですけど、私の店舗ではこの3種類しかなかったので3種類全部買ってきました。で、素材としては何ていうんですかね、このよくブルーシート、ブルーのビニールシート、運動会とかで使うような
あれと同じような素材ですね。レジャーシートと同じような素材って言ったらわかりますかね。なので水とかも全然弾くし、汚れても洗えちゃうような感じの素材です。で、それをこう糸で縫って作ってあって、一応 手元手下げのところもナイロンなのかな、なんかこれも別に水に濡れても大丈夫そうな感じの素材になっていて、でこの入り口のところにボタンがついているので、こうパチッと止められる感じです。ですごくデザイン的にはとっても可愛いんですけど、なんかやっぱりこれ1個100円商品なんで、作りはちょっとチープだなというか、ちょっと雑だなっていう感じがします。あの例えばここの糸の縫い目のところが結構こうなんていうのかな、雑だったり、ほつれてる商品もあったりとか、あとこれちょっとわかりますかね、ここ糸がちょっとこう飛び出ちゃっていたりとか、あとボタンがついてはいるんですけど、これわかりますか、このボタンが噛み合ってない感じちょっとずれてるんですよね。なのでちょっとボタンを閉めようと思うと結構無理やり引っ張ってカチッっていう感じで、なんかこのちょっとよれちゃってる感じがわかりますかね、こうちゃんと真向かいになってないので、どっちかが引っ張られてよれてるみたいな感じで、確かにちょっと作りはチープだなって思ったりしますね。そう、あと店頭に売ってるのはこう紐に汚れがあったりとかもありました。なので買うときは本当にその汚れがないかとか、こうほつれとかをちゃんと確認してから買った方がいいと思います。でまあ私はほつれとか、まあ、ボタンの位置とかは許せる範囲かなと思ったので、この取っ手のところの汚れがないかだけを確認して購入してきました。で、ちょっとこんな感じでこう重ね合わせたときにもずれてるんですよね、そもそもが。本当はこうピタッとこうなちゃんと重なり合ってないといけないのに、もうすでに最初からずれてるっていうのがちょっと難点ではあるんですけど、でも100円でこれだけなんか可愛いデザインで、でこのなんか素材がいいなと思って、あとこのマチもすごい結構広いですね。これ全部マチなんですけど、マチを広げるとこんな感じです。結構なんか大きいものも入るかなっていう感じですよね。でちゃんと横にもこうワンポイントがあって、すごく可愛いなって思うし、私がこれを買った理由はまあちょっとどっか行くときや何かをこう食品とか運ぶときに入れたらすごく可愛いなって思ったのと、まあ、ちょっとしたプレゼントを渡すときにこちらのバッグに入れて渡すのもすごく可愛いなって思って、でまあこれ100円なのでそのままあげちゃってもなんかまあいいかなってい こう思えるところもいいなって思って購入しました。こちらも同じ作りですね。はい、こちらはデリーのシリーズになります。作りは同じなんですけども、デザインが違いますね。こちらは取っ手の部分が茶色ですね。こちらはガーデンのシリーズです。こんなようなお花と鳥のデザインです。取っ手は赤色です。サイドはこのハッピーという文字が書いてあります。こちらは2点購入しました。こちらも母にプレゼントしようと思ったので、母の分と私の分と2つ買いました。一応中をお見せするとこんな感じで、本当に何にもポッケとかも特にないです。ガバッと入れられるような作りになっています。これからの季節ちょっとピクニックに行ったりとか、ちょっとこう外とか公園でなんかご飯お弁当を持って食べようっていう時になんか入れていったりとかするのにとてもいいんじゃないかなと思いますね。あとほら花火大会とかもこれからあるじゃないですか。そういう時になんかお家からこう枝豆持って行ったりとか、ちょっと冷えたビールとかジュースを持って行く時に、まあ、濡れても平気だなっていうことでこれを持って行ったりとかっていうのもすごくいいのかなと思いました。はい、以上が今回の購入品でした。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の